家でゲームばっかりやってる皆さん、こんばんは、さくらです。俺も同じだよ。はい、今回は、あるゲームについてね、話していこうかなと思います。別にね、物申す系とかではなくて、まあ単純に見ていって適当に述べていこうっていう感じなんだけど、今回見るのが、皆さん大好きのあのプロジェクト世界カラフルステージについてね、あ、違うわ、プロジェクト世界カラフルステージ、フューチャリング初音ミクでしたね。一番重要な部分が抜けてました。大変失礼いたしました。でね、今回そのプロセカについて話すんだけど、みんなさ、アプリとかさ、ゲームやるときって最近はみんなそう、全部そうだと思うんだけど、利用規約ってのが出てくると思うんだよね。今回それについて話していくんだけども、正直さ、利用規約なんてさ、ゲームやるときに見ないでしょ、最後まで。俺もそうなんだよねでも結構みんなそういう人多いと思うんだよね。だってさ、書いてることよくわかんねえもん。もう俺と同じ人いっぱいいると思うんだけど。で、今回そのプロセカさんが、ガイドライン更新、まあ利用規約の更新をしまして、どういう内容かっていうと、まず一つ目ね、ストーリーのネタバレに関する、禁止事項の追加。まあ、簡単に説明するとよ、俺の解釈だから、これ間違ってたらコメントでいろいろ教えてほしいんだけど、ストーリー1話分が丸々わかるようなその動画とかを、SNS とか YouTube とかニコニコとかそういうとこには、転載しちゃいけませんよっていうような内容だと思うんだよね。すごい珍しいよね、この辺は本当に。だって俺ガルパっていうゲームやってて、結構ね、イベントストーリーとかさ、そういうのをまとめてる人とかいるのよ。それがまあ要するにダメになると。この辺に関しての俺のなんつうんだ、感想、俺ね、やりたい企画があって、生放送っていうのをやってみたくて、 YouTube でね、 YouTube 生放送っていうのをやってみたくて、でプロセカのそのイベントストーリーをみんなで見ていくみたいな、その生配信をしたいなってちょっと候補としてあったのよ。だからもうそれが叶わなくなるってことだよね。まあそれぐらいはね、まあ大丈夫なんだけど、まあ企画一個潰されましたよという感じですね。まあなかなかこういうさ、ネタバレ行為に関する利用規約っていうのがないから、結構新鮮味があると思う。で、次よ、次結構やばいと思ってて俺、楽曲視聴を目的としたデータの抜き出しや投稿を禁止ってことみたいですね。楽曲プレイなど本プロジェクトを取り扱った内容の動画にて使用される限りは今まで通り投稿可能です。まあ楽曲プレイってのはあれだよね、譜面叩いてみたみたいな感じのよくあるやつね。俺もよくやってるやつね。まあそういうプレイ動画に関しては全然大丈夫なんだけど、その音源だけ抜き出して動画にアップするみたいなことはダメみたいな感じだね。その譜面の SE の音を抜け取ってそのまま楽曲アップロードするのはダメみたいな感じだと思います。まあこれに関してもね、俺の勝手な解釈だから、間違ってたらコメントで教えてほしいんだけど、で、2の何がやばいかっていうと、2のガイドラインに私昨夜ですね、違反してました。ましたっていうか、違反になりましただね。で、今回から追加なんで、今まで投稿してたやつは大丈夫だったんだけど、今回からダメになったから、その動画を非公開にしました。で、その問題の動画っていうのが、これだと思うんだよね。楽曲聴いた人の反応みたいな、こういう動画を俺は作ったんだけど、これって結局、楽曲視聴を目的としたデータの抜き出しや投稿に当てはまるんじゃないかなって俺は思ったのよね。まあ実際ね、そのリアクションだから、楽曲と共に俺の声が入ってたりはしたり、カットとかもよく入ってたりはしたんだけど、正直これが違反してるかなんでちょっとよくわかんないから非公開にしました。で、こっからはね、俺のね、感想なんだけど、シネバで踊らしてみた動画とかもさ、なくなるわけでしょ。結構その、なんつうんだ、プロセカのガイドライン厳しくなったなっていうイメージはある。もうちょっとね、もうちょっとだけちょっと柔らかくしてもいいんじゃないかなっていうのを俺的には思うんでね。自由感がちょっと縛られすぎて、今後もガイドラインって増えていくと思うから、いや、もうちょいね、自由度増したらなって俺的には思ってます。はい、以上こんな感じで述べていきました。結局ね、利用規約はね、理解するのが難しい。